はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日は、えー、番外編ということで、えー、ちょっと変わった、えー、不思議なお話も含めたですね、ある方との奇跡の出会いのお話をしてみたいと思います。えー、こちらの動画は、えー、2024年の10月10日に撮っています。この日というのは1年前の2023年の 10月10日にある方と出会ったとても大切な記念日になります。今日はそんなエピソードを踏まえてですね、1年間どんな形になって、さらにこれからどういうことになるのかということをお話をしていく動画にしたいというふうに思っています。少々お付き合いいただければと思います。1年前の2023年の10月10日、何があったのかということなんですけれども、えー、実はとある方がですね、 えー、ブログでで爆弾発言をした日なんですでその方は今1年後を振り返って、まあ、崖っぷち記念日だったっていうことでお話をしてるんですけどもねあのー、記念日シリーズで言うと皆さんの多分記憶とかにあるのはサラダ記念日ってねご存知ですかね田原町さんっていう方が、あのー、書いたあの有名なね、あのー、お話のところで、えー 話題の、ね、歌集なんですけれども「えー、この味がいいね」と君が言ったから7月6日はサラダ記念日ということでめちゃくちゃこれあの私の誕生日が7月6日なので非常に感慨深いねあの歌であるんですけれどもまあそんなロマンティックなねあの言葉で「なんとか記念日」って大体あるじゃないですかそれなのにとある方は「崖っぷち記念日」というふうにおっしゃるんですよ。 じゃあその方は一体誰なんでしょうっていう話なんですがその方はなんと作家の藤沢あゆみさんです、はい、でその藤沢あゆみさんが2023年の10月10日にどんなことを宣言したのかそれは当時のブログが今も残ってますし、えー、1年後の今日もブログあゆみさん書かれてますのでそちらのブログから あのちょっとね、私の方で朗読をさせていただきます。えー、アメブロの方にね、このタイトルで探せば多分出てきます。2023年10月10日、藤沢あゆみより大切なお話があります。ということで、今からね、ちょっとブログを読ませていただきます。藤沢あゆみです。今日は大切なお話があります。結論からお話しします。 私を働かせてください。いつも私の本を読んでくれたり、コンサルティングにお申し込みいただいたり、SNS を見てくれたり、オンラインサロンや勉強館に参加してくれてありがとうございます。お仕事とても楽しいです。できること私、自分のできることを目いっぱいやらせていただいてとても幸せです。そんな私ですが、 活動を続けることが難しい崖っぷちにいます。え自分で言うのもなんですが、あんなに意欲的に働いてるのにコロナが蔓延した時、多くの企業家が仕事を廃業されることがありました。昨日まで経営者として仕事をしていたのに、それを飲み込む災害が来ると、事業が立ち行かなくなることがあります。そのような状況です。 経緯を話しますと、何年か前にまとまった負債を追いました。それ以降、負債を返しつつ、自分の感覚としては社会復帰できるよう日々,の業務日々の業務に励んでいました。それはまるで武器を拾いながら戦うような、家の半分が土砂崩れしているけれど、そこを補修しながら増築しつ増築しつ,つ暮らしている感じでした。 ここは一旦キャリア20年の自分がゼロからこれからの20年暮らしていける家を建てるつもりで悔いを打ちたいと思いました。この話をするに至るまでには葛藤がありました。私は一人で仕事をしていません。応援してくださってる人もいる。失望させてしまうこともあるでしょう。自分が発信しているメソッドに説得力がないことになってしまう。 でも、本当にそうなのか人生にはどんな時もある。これを災害と考えれば、クリアしきれない状況が起こることは不思議ではない。災害は単に状況であって、自分がやってきたことがゼロになるわけでもない。むしろ、その、今できることを最大限に活かして、心、ここを乗り切る力に変えればいい。ですが、リスクヘッジができていなかった自分が、 未熟でああることには変わりありませんそこはしっかり学びある程度キャリアを持った人間の窮地からの乗り越え方を実践して同じ状況にある人の役に立てたらと思いますこの世界に入る前私は500万円の詐欺に遭いました当時の私にはそのことを話せる人もいなければ働いて取り返すスキルもなく放心状態で2年くらい何もできませんでした 今の私にはできることがあります。文章を書くこと、人の相談に乗ること、そして仲間がいます。読んでくれる人もいます。だから自分のできることをやって、ここを乗り切れたらと思っています。私は今年作家生活20年です。同じ時期から活動を始め、今年20周年パーティーをされる人の話を目にします。 20周年パーティーを開けるということは、それだけ事業を発展させ、活動を存続されているということで、本当に素晴らしいことです。そして、今の私の状況、これは情けないとも言えるけれども、それでも自分が今ここに立てているのは、人と書くこと、読んでくれる人、お客様に恵まれているなと思います。今、20周年パーティーを花々しく開催される人も、 立ち上げた当初は大変だったり、いろいろあったことでしょう。その頃私はどんぶり感情で何とかなっていて、お気楽に活動していたのかもしれません。私にはこの状況で逆境が来ました。お恥ずかしいことを上、この、お恥ずかしいこと、この上ないのですが、こうなった上は人間、どこからでも立て直せるんだということを体現して、来年21周年パーティーを開きたいと思います。 そこでお願いがあります。藤沢あゆみに仕事を依頼してくださいませんか通常リリースしているコンサルティング依頼もとてもありがたいですが、文章を書くことそのもので私にできることがあればお声掛けください。そういえば、オフィシャルサイトに載せるための社長のあなたの読む情熱大陸ストーリーや御社の創業ストーリー、 社内の人間関係についてのご相談、御社のメールマガジン執筆やブログ執筆代行、現役作家に頼んだらすごい高いんでしょ、と冗談かと流されたこともありました。自分からやっていますと言わないとわからないですよね。意外と使い勝手いいです。文字数職人、いい仕事します。わかりやすく、すっきりした文章、任せてください。藤沢由美がやっているという感じが役立てればそうしますが、 ライターさんが欲しいという場合でしたら、そちらにも対応します。対応可能です。藤沢由美を使えるなら、これをやってもらおう。あゆさん、こんな仕事をしたらいいのにというご提案も嬉しいです。ここに至るまで、人に迷惑をかけるとか、失望させたくないとか、というもっともらしい理由に見せかけた、つまらないプライドで、この状況を招いてしまいました。それよりも、今できることをして、ここを乗り切ることの方が大切。 会いに行く作家になることも、百冊出版も諦めていません。崖っぷちを脱出することと、これらは真逆のようですが、前進するという意味では同じだと私は思います。崖っぷち脱出は地下4階から1階に戻ること、そして全国ツアーは1階からてっぺんを目指すことです。だからこそ、ここを乗り切り、そこに行きたい。法人、個人を問わず、 私にお仕事を依頼して、崖っぷち脱出を応援してやろうかという優しいあなたはコメントかメッセージをください。お仕事のご縁をいただくことで、私もあなたの活動や恩社の授業を紹介したり、武器を拾いながら戦うのではなく、愛を受け取り、愛を開返しする、そんなご縁になればと妄想しています。今、お仕事を依頼してくださるあなたは大恩人です。私、崖っぷちを脱出した際には、 脱出ストーリーを書き下ろしでお届けします。ブログにもメルマガにも書けないことまで書かせていただきます。楽しみに待っていてください。失望させてしまったらごめんなさい。本当にごめんなさい。いつか希望に変えられるよう精進いたします。藤沢あゆみ。という、えー、魂がこもったブログが、えぇ、ー、去年、2023年の 10 10月10日に発表されましたで私と藤沢恵美さんの関係っていうのはあ現状はあの今「高井プロジェクト」っていうのをやっているようなあのお付き合いをさせていただいてますがクラブハウスでデビューした時に戸田美紀さんと一緒にデビューをして、まあ、人数を増やしていくんだっていうのをやっているのをクラブハウス仲間著者仲間つながりの中で藤沢恵美さんっていう方を 見ていてで、実はあの恥ずかしながら私、藤沢あゆさんを存じ上げていなくて、それまで。で、そういうお話をしたときに何度か、あの壇上上の方にスピーカーで上がらせていただといたときに、えー、お話をちょっとさせていただいたっていう中で,でだったのがもともとの中です。で、その時きに、まあゆみさんが答える答え方が、 シャープでちょっと切り口が変わっていてそして頭の回転がとても速い方だなという印象があってでそれも本もやはり、えー、と29冊30冊目ですねを出すっていうことでもう非常にですねもうベストセラー作家ということで大活躍されている方で私自身も本を半を重ねる上でとても、えー 追いかけるべき、尊敬できる先輩ということで、藤沢由美さんをクラブハウスで見ていたっていうのが、私と歩美さんの元々の出会いになります。それで、えー、このふと Facebook をパッと開けた時に、私のタイムラインにスッと流れてきたのが、このブログのものをそのまま Facebook に書いたものだったんです。で、それを見た瞬間に、もう、 いても立ってもいられなくて、まあ崖っぷちにいますっていうことで、それこそ溺れそうになってる人を、まあ、服でも脱いで助けに行かなくちゃいけない。そして私は決して一緒に溺れてはいけないと思ったんですけどもね。それぐらいの衝動にかられるぐらいの筆の力、文章力ですね。心をつかんで、 訴えかけるその内容、そしてその裏にあるご自身の春巡、小さなプライドっていうふうに言っていましたけれどもそれも金繰り捨ててお仕事をくださいと言える潔さそしてそれを言わなくてはいけないほど崖っぷちにいるっていう窮地の状態っていうのは見過ごすわけにはいかなかったんです私は。その…えー ブログを読み切った後、要は投稿してから多分私のタイムラインに流れてきて、すぐ7分後には、えー、彼女に対しての動画を撮っていました。で、その動画はどんな内容だったかっていうと、まあ,あの文章でもちろん書いてもよかったんですが、書くスピードより喋るスピードの方が早いのと、あと気持ちが伝わると思ったのですぐに動画を撮って、 あゆみさん8分ぐらいかなの動画を撮ってあゆみさんに送りましたでそのオファーが何だったのかっていうとあゆみさんはお仕事をくださいというふうに言っていたので私はお仕事を作って渡すというオファーをしたんですじゃあどんな内容だったかっていうと、えー、私は、えー、実際に自分も本も書きますし基本はライターさんを入れないタイプ の人です。で、理由は、私の言葉のリズム、私の紙面構成、文字数も含めて、レイアウトも含めて、全部を計算して自分で書いているので、それをライターさんが書けるとは思えず、それを伝えるのも大変だというふうに思っていたので、基本ライターさんは入れないという方針でずっとやってきました。ただ、 うん、尊敬する作家であるあゆみさんにライター的な立場っていうのをお願いするのは、まあ、申し訳ないんですけれども一緒に話をしながら一冊の本を作るっていうのはありだなって瞬時にその時思ったんですよあゆみさんが嫌でなければ。そして私が出したい仕事っていうふうになると、えー、おそらくその当時今度 発売になる10冊目ですね。4月に発売になる10冊目のポジションがまだ空いていたので、10冊目の本のライターさんとして、えー、入っていただけないかというオファーを出しました。はい。で、何をどうしてっていう単なるライターさんとかだと20万とか30万止まりですよね。私はまず、あゆみさんに支援する額を先に決めたんです。この時に。 えー、文章の中にも入ってましたけれども500万円の借金を背負ったっていうふうに書いてあってそこをやりくりしていかなくてはいけないということはまとまったお金が入ることの方がその窮地を救うのに一番手っ取り早いというふうに思った時に頭にパッと思い浮かんだのは100万という金額でしたはいあのー、100万は私が動かすにしても 楽な金額ではないです。やはり。会社の中の利益が出ていて、それを出すにしても、私の中でもそれなりに大変な額です。これが100億を稼いでる企業の社長さんとかだったら100万ぐらいどうってことないから、もう明日にでも振り込んどいてっていうのができるぐらいの金額なのかもしれませんが、その当時、その未来に対して保証がない、 仕事。要は、あゆみさんの力は信じてるけど、一度も一緒に仕事がやったことがない人に、いきなり100万を渡すっていう決断をするっていうのは、私としても大きな決断ではありましたが、とにかく金額が先に降りてきたので、あの、仕方がないです。100万円を渡そう。じゃあ、どんな仕事を100万円にするようにしていただいたらいいか。私にとってもとても大事な私の本のライティング、ライターさんとして、 入っていただくっていうことで新しい本の形が生まれるんじゃないかっていうふうに思って100万という金額を提示しましたで500万に対しての100万だったら5分の1がそれで救われるわけなので他の方がどういう支援をしようとしているかは全然わかりませんでしたけれどもうまくお金が集まればとりあえず崖っぷちは早く脱出することができるんだろうって思ったので まだ何も仕事が始まってない状態で、私は100万円をあゆみさんに渡しています。で、こういうお話をすると、な,なんだ、そ,そ,それをあの、そんなふうにしたんだよっていうことをじ自慢したいんじゃないかみたいな、私って偉いでしょうを自慢したいんじゃないかって考える人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。あのー この100万円っていう金額には意味がある金額だから、本来はそういう金額を支援したっていうのも、私、格好悪いし、言いたくないんですよ。本来は。あと、あゆみさんの名言のためにも、本来は言いたくない金額です。だけれども、言う必要があると思いました。それがなぜかっていうと、その後、えー、もうすでに出ることが決まっていた、こちらの本ですね。100万円集客という本が、 その後に出ることが決まっていていかつあゆみさんがその後お話しして分かったんですけれども、えー、月賞どれぐらいをまずは目標にしていきたいかっていう時に100万円っていうふうにやっぱりおっしゃっていただいたんで私の頭に100万っていう数字が降りてきたのはきっとそういうシンクロがあったので何をしてもらうかより100万円を渡そう そそれに見合ううう仕事をやっっってててもらおうって考えたっていののが、そのオファーだったんです。だからあゆみさんにその旨、とにかく100万円はお渡しします。どういうことができそうか、できれば本,本のライティング、ライターさんとしてやっていただけると嬉しいです。その他にどういうことができそうか、全部書いて送ってくださいって言って、その内容をいっぱい書いてもらったのが、えー、今あ、実際に、えー、リリースをしている、えー オンンリーワ作家プロジェクトの基礎になるところのあゆみさんがどんなことをそのお金に見合うような形でやるっていうふうに決めていただけるのかっていうのをお伝えしたっていうところがあるのであのいた,だいた内容は100万円以上のもちろん価値があるものをいただけてますでそれはあのどんな内容であってもお支払いする金額は変わらないので内容をあゆみさんが思うように書いて 見てくださいと言ったらびっしりできることいっぱい書いてきてくれてました。おそらく200万円ぐらいの価値がある内容になってると思いました。だから100万円は安いと私はその時思いました。なので、この100万円っていう金額は、あゆみさんが復活するための金額でもあり、 私のとっても次の本まあタイトルがね正式に決まった時に歩さんは鳥肌が立ったって言ってましたけど歩、まあ、あさんにとっての大きなテーマが稼ぐということがテーマになりましたのでちょうどだからそのまず100万円で少しこう 当座をしのいでいただいてその間に稼げる人になっていただくそして、えー、と私の本の執筆も手伝っていただくテーマも一緒に探してもらうということで、えー、スタートしたのが高いプロジェクトになりますで、えー、先の話になるんだけれどもっていうことで私が10冊目の大事な本になる。 そしてその本の出版の順番は当初は2025年の7月を予定してたんですけれどもいろいろなこう天変地異的な部分の確率論からすると、えー、そこの時期を外した方がいいかもしれないと思いまして4月4月22日の私の会社の創立記念日にあてて出版をしたいということで、えー、時期をずらして内容を変えてやっていくことになりました。 でその時にじゃあ何をテーマにするのかっていう話なんですけれども、えー、マインド系のものは書きたいなとやはり思っていてでそれも50代過ぎの人が、えー、それこそ崖っぷちになるような人生ないしは心から本当に人生を変えたいっていう時には稼ぐということとマインドセットっていうのはどうしてもセットになってきてしまうので。 ノウハウを教える本は9冊までいろいろ書いてますし、そのうちの1冊にもマインド本は書いてるんですけれども、稼ぐということに特化したマインド本を出したいということで、方向性をあゆみさんとも合意をして、それがテーマになった本が来年4月の22日のパーティーに間に合うように出版されます。 でそれが、あのー、ちょっと今、タイトルがまだ最終正式決定はしてないので、ちょっと今まだ言えないんですけれども、まあ、稼ぐっていうこととマインドをかけた、えー、実用書になっていて、それが私とあゆみさんのプロジェクトで本として出版されていく、そしてその本を出版する過程で、あゆみさんにも稼げる人になってもらいたいということで、私のリブランディングアカデミー、 という、えー、とアカデミーの方にもご参加いただいて、で、そこで学んでいただいて、商品を1個作りました。で、その商品が、えー、先ほどお伝えしたオンリーワン作家プロジェクト。私にできることを提案をしていただいた、その内容をさらにブラッシュアップして、で、必要な人にきちんと届くようにということで、2冊目以上本部を 出版が止まってしまっている方とか、まあ、これからもちろん出したい方でも構わないんですけども、その方にもうガチであゆみさんが付き合うっていう、そういうあゆみさんでしかできない、えー、出版プロジェクトのコンサルティングのような内容ですね。これを商品を一緒に生み出してます。そして稼げる状態になって来年を迎えましょうという本の出版と そのドラマが水面下で同時に動いてるっていうプロジェクトに変わったのが、えー、去年私がオファーをした100万がスタートになって事業が動き始めたというそういう内容になっている物語も同時にスタートしているんですだから私にとってもあの先ほども申し上げたように100億企業の社長ではないのでそれなりに、えー 今までビジネスも一緒にやったことがない方に100万円をポンと渡すっていうのは、私としても勇気がいる内容だし、それなりに大変です。だけれども、やはりその、あゆみさんの文章の力、そしてそこに共感した私、そして何より私は非常識な経営コンサルタントなんですけど、崖っぷちの人が得意なんですよ。<laughs> あの、離婚をしたとか、 離婚しちゃってお金がないとか、まあいろいろな事情でね、家庭の事情でお金がなくなったとか、子供がこうだから稼がなくてはいけないとか、まあ割と離婚系が私の場合多いんですけどね。まああのー、とにかく人生をその人が本気で足で立っていかなくちゃいけないっていう時に私との出会いがあるケースが多い。だから崖っぷちのコンサルタントなんですよね、私は。 でこれを以前違う方にお話しした時に崖っぷちの人だとお金がないでしょうだからそれをコンサルするのは難しいでしょうっていうふうに言われたことがあるんですけれども確かに崖っぷちの方ってお金ないんですよね当たり前ですけど。だけど私は、えー、っとその方の魂が本当に輝く輝きを持っていて。 この人って絶対復活するよねっていうふうに、私が確信できる人であれば、そこはペットするっていう形になるので、回収できなくてもしょうがないよねっていう、私の目が誤ってたんだっていうふうに思うことにして、先行投資的に、あの、お金を出すことは、したりすることはあるんです。要は、お互いの思いと覚悟が天秤に乗っかっている状態になるんですよね。なので、私がこの人は、 騙されてもいい、お金がなくなってもいいというふうに決意をしてお金を出した人に騙されたことはありません。はい。あのー、例えば、それだけをね、もらってどっか行っちゃうとか、そういうことはないし、まあそうだとしたら私の目が悪かったんだって私は思うことにしているので、なので崖っぷちの人って、お金はその時ないけれども、払う時期をずらしてあげて、こういう状態になったらお金くださいね、ちゃんと払ってくださいねと言えば、 ものすすごく必死に頑張るんですよねそうすると結果としてちゃんと払える状態になって払ってもらうのでお金がないんなら作り出す方法を教えてお金を作ってもらえばいいっていうのが私の心情なので全員にこれははやるわけででないですあの今稼げてないだけで輝く魂をうちに秘めていて磨けばそれが外に出てきてちゃんとお金に変わるのが見えてる人だけですけどねやるのは。 みさんはそのタイプの方だったし、あの、私は別に上から目線で言うつもりもないし、先輩に対して、えー、そういう支援の手を差し伸べるのもどうなんだろうとは思ったんですけれども、ご自身が全てを金振り捨てて、うん、プライドも捨てて、私に仕事をくださいって言ったその心意気にも惚れましたね。もうだから、この人に100万円渡して騙されてもいいやって私は思いました。 なのでとにかくその崖っぷちっていう状態を少しでもいい状態そしてあゆみさんが本を書くのを止めないっていうことは出版業界においてもないしは後進のこれから育っていくであろう作家になる人との出会いそういうあゆみさんが走り続けてるからこそ目指せる世界っていうもののやっぱフラッグシップになる人なのでそのお金ごときでっていう言い方変なんですけど。 いくらでも稼げるスキルがあるのに、それをお金が稼げるスキルに転換してなかっただけだと私は思ったので、うん、書籍界っていうか作家界の宝だなと思ったから、それを守るために私のお金が使えるんだら、それは私にとってもありがたいことだと思って喜んで出させてもらったのが、今回の支援金っていうかお仕事ですね、お仕事をお願いする金額になりました。だから、 あのそれによってあゆみさんは実際に1年活動しそして今1年後またブログを書いてお礼回りとか私にもまだ本はこれから書いていく形になるんですがいろいろなプロモーションも全部あのやっていきますっていうのを本当に言葉通りに本当に有言実行の人だなっていうのをいつも感謝して見ていて義理と人情恩義愛情 これを全てもってして作家本に向かっているその姿勢もとても私は尊敬している方なのであの時少しでも救うための一助になっただけでも私のお金は生きたなっていうのはもう今であのまだ本はもらってないですけどね原稿もらってないですけれども今の段階ですでにもう私の心は結構満ち足りていて幸せだなっていうのを感じている。要は 支援した人があゆみさんで本当によかったっていうふうに思っていてやっぱり私の目には間違いがないと自分をさらに確信をしたっていう、まあ、そんな感じだったんですけどねなのでそれがプロジェクトのスタートででくしくもタイトルが「えー、稼ぐ」っていうことと「マインド」というものが掛け合わさったまさに そのあゆみさんがどう立ち直っていくかっていうその姿そのものが本の中にきっと凝縮されるであろうまあ私からのちょっとねあの読んでる読者に対して少し辛口めの感じの高語録的なもののね話になるんですけど本質的な話を書いています。で同時にこの時に思ったのは私稼げるっていうことがもちろんテーマになる本だからっていうのもあるんですが。 もっと稼げる人になりたいっていうふうにその時思ったんです。今回あの自由になるお金が100万だったからそうだったんですけど自由になるお金が500万だったら一気にあゆみさんの借金はチャラになってたはずだったんですよね。だから私はそれぐらいのポテンシャルをあゆみさんに見ていたしそこまでは動かせる器ではなかったんですよね私が。 だからそういう時に本当に困っている人で性能があるだけどお金がない私がかつて自分がどんなにいろんなことができようともお金がないことで諦めたことがめちゃくちゃ多かった人だったんですよねだからお金がないだけで夢が途絶えるとか何かができないことがある私は自分でつかみ取るためにそれは必死に働いたんですけどそういうことを理解してくれるまあ天からの ギフトがあるといいう状態にしていけるようなお金を使える自分にになりたいいいっていうのを去年本当に思いました。でかつ自分だっていつどうにかなるかわからないわけです特に商売なんて水物で一生懸命計算しながら私もやってはいますけれども天変地異とか災害があると一気に、えー、事業の状態が変わるっていうのも普通にあり得ることなので。 だから、あゆみさんが経験した経験っていうのは、誰にでも起こりうることでもしかしたら私は未来の自分に投資をしたのかもしれないし、それは分からないんですけれども、自分が思う好きな額だけ動かせる自分に慣れてなかったのは、その時ちょっと悔しかったです。だから、やっぱりそういうタイプの人とか、まあ、足長育英会みたいなのも、私、2つ奨学金、 やって、しかも新版配達もして、学費を自分で作ってやってたタイプなんで、その学生でね、本当に未来があって有望な人でお金がないだけで進路っていう、まあそういう自分のね、私学的な共済制度っていうのも作ってもいいかなというか作りたい <laughs> とも思ったんで、そういう学生でね、本当、私の、昔の私を見るような学生さんには、 お金はやっぱり有,有資っていうかね、出したいなって思って。だから、そのお金の余剰金出すためにも、やっぱり仕事もうちょっと反映させないと、そこまでの有力が出てこないから、私のミッションっていうのが、やっぱりあるね、まあ、特に女性がっていうふうに限定してしまって申し訳ないんですが、私の母のような人を作りたくない。 と、あと自分、昔の自分みたいな状態。要は、自由に人生が選べないっていう人が、自分で好きな人生を選べるようにするために、精神的自立と経済的自立っていうのは両方必要なので。で、私は特に得意領域が経済的自立の方からのアプローチなので、経済的自立からのアプローチからの心のアプローチっていうのは、両方セットがね、あの、すごく経済的にはいい感じかなと。 思っているるののののでででそ根幹ははももちろんん心の部分ではあるんですけれどもねだから私はそういう意味では去年あゆみさんと出会って救うべき人だと自分が思ったのでその時出せる精一杯ではあったんですけど100万を動かしお渡ししたっていうそういう状況だったのが去年の2023年の10月10日でしたそして今年、えー、と今私は裏でこの動画を撮ってますが表の方っていうか あ,のあゆみさんがいっぱいご自身のね1年間の感謝をあのライブ中継をいろいろやってますであゆみさんはとても素直な方で、えー、っと自分の事業に何が足りなかったのかとか私はめちゃくちゃマーケティングの勉強とかコンサルタントの人も切らしたことなくずっとつけていましたので。 うん、ちょっとした事業の変化とか状況がやばい状況も割と軽,軽症で立ち直ることができてはいたのでラッキーだったんですけど、あゆみさんずっと一人でやられてたっていうことをおっしゃっていたので、やっぱりそ、そこも私とは違う形でやっていて、私ももしそういうふうにしてたら多分どっかで あの大きくガッとうまくいかないような時期確かに一回あったんですけどそれも別に数ヶ月で回復しているのでやっぱ誰かと二人三脚でしっかり動いていくっていうのも改めてあの大事だなメンターっていう存在を持つっていうのはやっぱり大事だなっていうのは感じたことだったんですでこれがあゆみさんと私の出会いでそして来年の2025年の4月22日には えー、2人がそういうふうに一緒になってやろうっていう、まあ、初めての私もライターさんを入れるっていうのは初めての本が出来上がるこの過程をぜひね皆さんにも見守ってほしいなと思いますねあと10111212346ヶ月ですね半年はいスパートかけていきますので、ね、そういう思いがある本だと思ってください記念すべき10冊目の本がそれで良かったなって私も思ってます で、えっ、ー、と、今年の2024年の、えっ、ー、と、10月10日ですね。この、えー、ブログもちょっとまた読まさせていただきます。あゆみさんのブログです。タイトル。崖っぷちから1年、1年分のありがとうを伝えさせてください。2024年10月10日、作家藤沢あゆみ。藤沢あゆみです。2023年10月10日、 この日は私にとって人生が変わった日です。崖っぷち宣言をしてから一年、おかげさまで私は今日元気に働いています。崖っぷち記念日いつかこの時いただいた感謝を形にできる人間になると決意した日です。感謝から理を生み出す人になる10月10日を感謝理記念日と決めました。世の中で認められていない 私だけの記念日です。一年前のこの日、仕事をご依頼くださった方を思い出し、感謝からプラスを見なすことを改めて心に誓う日にしたいと思います。感謝り、感謝して人と接したり、働いたり、行動することで自分にも相手にも利用むこと。あれから私はどんな一年を過ごしてきたか、 おかげさまで、あれから2023年大晦日まで仕事をしていて、お正月も仕事をしていました。年が明け、父の容体が悪化し、1月末までに去年いただいた仕事を完全納品して実家に帰りました。4月に父が他界し、私の直属の家族は姉だけになりました。姉には家庭がありますから、 一人になった感覚があります。既得になってからも仕事のことを聞いてくれていた経営者の父。私は自分の生涯の仕事について腰を据えて考えました。私だからできる仕事。私にしかできない仕事。これから年を重ねても生涯続けられる仕事って出版すること、相談に乗ること、文章を書くこと。 やる気になってもらうこと。それを仕事にしてきたし、できていたつもりだったけれど、役に立つ愛さんだよって伝わりきっていなかった。それが誰から見てもわかるように、立ち止まって作り上げました。とことん役に立つこと。藤沢由美があなたに完全伴奏。唯一無二の作家になり、本を出し続けたいあなたへ。 オンリーワン作家プロジェクト。心を、とことん心を尽くすこと。私は全てを失わないと、そのことに気づけませんでした。今の私は崖っぷちを乗り切り、ようやっとリスタートラインに立てました。自分だからできることをしていると、今の私は自信を持って言えます。そうしたら、 新たな本の出版も進み始めたのです。崖っぷちが応援してくれたあなたが、私に立ち止まる時間を与えてくれました。私はまだまだリスタートラインに立ったばかり、21周年記念パーティーが開けるところまでは行きませんでした。だけど、20年の時間をもってしてもつかめなかった自分を生かしきる道が決まりました。 もしかしたら崖っぷちから2年でやっとパーティーが開けるかないつか開ける日を目指して1年目の崖っぷち記念日今できる形で感謝を形にする感謝りを始めますお名前がいろいろ綴られていますちょっと私漢字読めなくって間違えちゃった人がいたらごめんなさい高橋隆子さん奥武さん栗山陽子さん 中川正光さん、岡崎勝弘さん、長谷川あゆみさん、笹谷清子さん、伊藤彩子さん、正木民子さん、中井淳子さん、渡辺理恵さん、北尾優子さん、上田由香子さん、森戸陽子さん、寺脇玲子さん、笠井優余さん、 三浦栄樹さん。わからないそ。そ、そん、そん、そん,ん孫太かおりさん。ごめんなさい。のびきか、かおりさんかな。目黒わいこさん。川口かつしさん。白石太造さん。柴崎まいさん。岩崎ひろこさん。つよかまいさん。市川きょうこさん。 浅野慶太郎さん、吉沢志乃さん、小池真由美さん、豊,豊後由美さん、豊後由美さん、狩野玲子さん、池田圭さん、も美坂本さん、その説はありがとうございます。そしてあの時、温かいコメントやいいね、仕事のご提案をくださった。 あの日のすべてのあなた、ありがとう、愛しています。今日の、今日はあの日と同じ服装で写真を撮りました。崖っぷち X デーの私、やつれてるな。あの日、なんとかその日中にと深夜に Facebook ライブをしました。今夜は感謝のライブ祭り。文書はもちろん自分の声で伝えたい。20時から Facebook ライブします。 21時からインスタライブします22時からスペースしますクラブハウスもやりたいなよかったら覗いてね藤沢あゆみということで1年後のあゆみさんが書いたブログがこちらの内容になります、えー、私はやはりあゆみさんっていう方は本当に義理人情の方だっていうのをねお伝えしたと思うんですけれども ことあることに、私の、えー、いろんなプロジェクト、例えば今、ぶっ飛び祭りっていうクラファンをやっていたりとか、えー本、本を出すっていう時とか、まあ、その都度その都度、一番いい形で私を紹介してくださるように、プロモーションの、えー、動画を撮ってくださったり、 今回もクラファンの私のリターンが多すぎてみんながなんだかよくわからないっていう言葉に応えて1時間半ぐらいリターンをね一つ一つ丁寧に説明する動画を作ってくださったりあの確かに契約の中には私を応援してくださるっていうのは入ってましたけれども、まあ、これほどにもねやっていただけるともう全然ね私としてはあの本当にお願いしてよかったなっていうふうにでに原稿がない今でもね 思っているようなな状況なんですだからあ,のあゆみさんっていう方はまあそれこそこんなこと言うとねちょっとおこがましいのかもしれないですけれども私の目に間違いはなかった本当に私が支援するべき人にきちんとお金が渡ったっていうその目を自分の目を私は私を褒めてあげたいというふうに思ってそしてそのお金で、えー、あゆみさんが立ち直る一助になったとして そしてさらに大きくどんどん広がる活動が広がっていくと結果として新しい作家さんとかその生き方立ち直り方まあそれは経営者としての姿でもあると思うんですけれども勇気と希望を与える姿にきっとなっていくだろうというふうに思っているのであのそういうあゆみさんを見れて私もとても嬉しかったです。うん なので、10月10日にあゆみさんが、まあ、そういうことをするっていうふうに言っていて、私も今日、一日ずっとですね、いろんなことがあの、やることがあってですね、ようやっと時間が取れた23時からですね、この動画を撮り始めて、今40分ぐらいでしょうかね、喋ってるんですけれども、今日中に、えー、間に合ってよかったなというふうに思っています。あのよかったらですね、 あのこう復活していく。あゆみさんまあ、私とのプロジェクターももちろんそうなんですけれども、この真の強さを持ったあゆみさんをですね。皆さんも盛り立てて、ぜひ応援してほしいなっていうふうに思ってます。本当に尊敬できる。その30冊っていうね。冊数を重ねている。まあ、私はまだね。10冊ですけれども、その3倍先を行かれている方なので。 まあ尊敬する大先輩としてももちろん追いかけていきたいと思っていますしその崖っぷちに陥った時にどういうふうに復活したかっていうあゆみさんのね姿を見るっていうことはまさに今もしかして崖っぷちにいるかもしれないまあこの動画をたまたま見ていただいたあなたにとってもとても大きな出会いになるんじゃないかなと思っているのでぜひこれからのねあゆみさんも 応援ししててていってしいいいっっほなとううふうに思っていますもちろん私も応援していきますし、えー、作家人生を全うするっていうふうにあゆみさんも言っているように私もコンサルタントであり作家でありっていうあ側面を持ってますので私も 作家人生も全うしていきたいというふうに思ってますのでぜひ私の応援もよろしくお願いいたします、えー、とても長い間聞いてくださってありがとうございました2024年の10月10日に寄せて、えー、藤沢歩美さんを心から応援している非常識な経営コンサルタント 崖っぷちの女性を救うコンサルタントとして皆さんを心から応援しています。あゆみさん、本当に一年間お疲れ様でした。これからまた新たな第二ステージのスタートになると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは。